はいの、パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんです。ということで今回は J2 一体何が起きているんだいということでございまして、やっていこうと思っております。よろしくお願いいたします。ということで、J リーグもですね、現在 J1 は代表ウィークということでございまして、中断期間入っているんですけども、ちょっとね J2 多分これ J1 見ている方ならあんまりこう J2 の順位表、気にはならないのかなと思うんですけど、現在 J2 こういうことになっておりますということで、4節終了時ですね、現在首位がアルビレックス新潟、そして2位が C 琉球ということでございまして、この2チームが首位で並んでおります。そして全勝でございます。でその下に甲府ですね。でその下にという本当ね、金沢秋田っていう昨シーズン、秋田は J3 から今年昇格してきたチームで、金沢も昨年は2桁順位、リーグの後半の順位で終わったチームなんですけど、ここまで頑張っておりますということでございまして、あのチームたちがいないぞと、多分ねこのね動画見ている方、今見ている方なら、このチームはどこにいるんだいと思われている方いると思いますけども、こちらでございますね。ちなみに昇格候補と言われた方々でございますけれども、ビファーレン長崎、私が、地元長崎応援しておりますけど、15位勝ち点が4ということでございますね。松本は17位で勝ち点が3ということになります。で京都に関しましてはこの試合勝つと順位が上がります、勝ち点も伸ばしますので、全然いいんですけども、ただ長崎松本はフル消化をしていて、この成績、この順位ということになるんですよね。で、J リーグサッカーの評価って大体開幕から5節が終わった時点で、スタートダッシュ成功だよねとか、ここチームいや調子悪いねとかいうのを大体判断されるんですけど、なんでこの5節終了前に話をあえて今しているかということをちょっと話しておかないといけないかと思いましてです、ちょっと話そうと思うんですけど、分かりやすく言うと、もう第5節区切りの第5節が近づいているよと、ここ勝っておかないと結構厳しいことになるかもよっていうですね、お話をちょっとしようと思っておりまして、ここであえて話させてもらっています。で逆に考えると次の5節最後の5節でございますけど、ここでしっかり勝つと全然まだまだ上に行く可能性もあると思いますし、調子が悪いよね、どうしたんだい、もう無理なのかいって言われることはないかなと思っておりますけどもね、昨年は福岡がですね、大型連勝を果たして一気に昇格したっていうのもありますので、まだ分かりませんけどもね。で、じゃあ新潟の強さの理由ということでございまして調べてきたんですけども、ここまでアルビレックス新潟得点数1位でございますね。でシュート成功率も1位ということでございまして、打ったシュートはかなりの確率で得点になっているということでございまして、これはですねフォワード陣の頑張りもそうなんですけども、しっかり決めきるとこにパスを出している他の選手も素晴らしいということかなと僕は思っておりますね。でその2ということでございまして、守備の指標になるんですけども、インターセプト全体6位でございますね。非シュート数にそもそもシュートを打たれていないで、非チャンス構築率も1位ということで、チャンスを作らせていない、この今自分で見ていて思ったのは、これ下から書いていくべきだったなと思いましたけどもね、非チャンス構築率ですね、そもそもチャンスを作らせないから、シュート数も、失点数も少ないよねっていう、これ下から見た方が分かりやすいかって感じがしてますけど、本当アルベルト監督のサッカーっていうのはだいぶこれ浸透してきているなと。琉球の強さの秘密ということになるんですけど、得点数リーグ2位ですね。これはアルビレックス新潟に次いでの成績でございますね。で、シュート成功率も3位ということでございまして、こちらも打ったシュートは結構な確率で得点になっていますよということでございますね。で、もう一個、これね、非チャンス構築率20位。あれ?チャンス作られてんの?非シュート数20位。あれ?相手にチャンスを作らせておいて、あれ?さらに相手にシュートを打たれている?あれ?これなぜっていう話なんですけれども、しかし、じゃあこれが悪いデータかっていうと、これだけ見ると悪いデータのように思えるんですけど、こちらですね、だがしかしということでございまして、非ゴール数にあんだけチャンス作られてシュートは打たれていますけど、実は2位で終わっているとね、非シュート成功率も実は、この数字ということでございましてね、打たれたシュートが決まらないという状況で、ございますね。だからこう難しいですよね、データの見ると、面白いんですけれどもね、非シュート成功率も2位ということでございましてね、マッチポンプと言いますか、自作自演と言いますか、うわ、ピンチだ、ピンチだ、ピンチだって言いながら最後止めますみたいな、最後ね、もうちゃんとクリアしていきますみたいなね、決めさせませんみたいな感じの、琉球のサッカーかなと思うんですね。もともと
樋口監督がですね超攻撃的サッカーを志向していて、で、そこにね守備のとこが昨年追いついていないよねっていう話ではあったんですけど、今年は琉球の良さ、そして樋口監督の目指す攻撃のところプラスアルファ守備のとこもしっかりしているということでございまして、これは琉球面白い存在に今年なるんじゃないかと思っておりますけどもね。で本当僕はちょっと後悔しているのは、実は J2 で今年サプライズ起こすのは FC 琉球じゃねえかっていうのを、友人との間でしていたんですけど、なんかどうも僕は動画でそれを話していなかったようでございまして、もう完全に後付けで、まあ、信用もクソも、ない一言になるんですけど、実はまあ FC 琉球は、まあ、ベスト5ぐらいに入ってもいいんじゃないかなと思っていたんですけどもね。まあただしかしということでございまして、まあいや本当話して何でもやっぱ話すべきだなとこの世の中は思っておりますけどもね。はい、で、じゃあ我が地元長崎はどうなんかいということでございまして、まあ先に言っておくと長崎は後で、まあ後でというか近々動画を上げるんで、そちらでまあご覧くださいということにも、なるんですけども、シュート3位、ね、シュート数3位でチャンス構築率3位ということでございまして、このあれ数字ですよね、あれチャンス構築率3位、あれチャンスめっちゃ作ってんじゃんってね、チャンスは作っているじゃん、あれシュート打ててんじゃんっていうことで、ここだけ見るとアルビレックス新潟 FC 琉球とあんまり大差ないデータのように見えるんですけども、ただこちらですね、しかし得点数は12位でシュート成功率も17位ということでございますね。でシュート打つけども入らないという分かりやすい構図になっております。で故に得点も入らないということでございまして、あのビファーレン長崎の場合はですね、しっかりチャンスは作れているんですよね。だからまあ言うならば決定機不足ではないんですよね。これサッカーって決定機不足と決定力不足の2つがあると僕は思っていて、決定機不足っていうのはそもそもチャンスが作れていないから、まあ決定力不足だよねっていう考えができるのと、あと決定力不足っていうのはまさしくこの長崎のようにこうチャンス構築率、要はチャンスはしっかり作れているんだけども、シュートが決まらないっていうのは僕は決定力不足になると思っています。そういう意味ではビファーレ長崎は現在チャンスは作れているので、決定力不足になるんじゃないかと個人的に思っておりますけどもね。いやーほんとね、まあエジカルジュニオがねこの間琉球戦ゴールね復帰して即ゴールを決めましたので、ここの部分はまあちょっとは改善されるのかなと。であと一人ね、ちょっと、もう一人ですね、 J リーグの方にウェリントン選手が来るんじゃないかということでございまして、すでに湘南ベルマーレにウェリントンが2人いる状態ではあるんですけど、長崎もこの、ウィングタイプですね、ウィングウィンガー、まあサイドハーフドリブラータイプになるんですかね、サイドアタッカーのウェリントン選手をブラジルの方からまあ結構年俸をですね、こう上乗せしてですね、金銭的にもね余裕を持っているのかちょっと分かりませんけども、結構金銭的に優位な条件を出して獲得を狙っているということでございまして、ここの補強が進むことによって、まあ、だいぶ変わるのかなと感じで、思ってはいるんですけども、まあ、ここ長崎ね今後、改善していかないといけない、やっぱゴール前での質の、高さを高めていかないといけないのかなと感じで思っていますけどもね。でさっきも言いましたけども、長崎については、まあ、2月3月の振り返り動画と、まあ、4月に向けて中動画を、上げようと思っていますので、こちらは近いうちにアップしますよということでございますね。まあ、だからね J2、まあ、本当面白い状況になっているんですよね。だから新潟琉球ですね、まあ、J2 の場合は前半戦調子が良くても後半戦気づけばね、あれ2桁順位に終わっちゃったよねみたいなチームはありますね。この FC 琉球も実は昇格1年目かな2年目か、まあ、1年目だったと思うんですけど、最初は J2 でも旋風を、昨年の本当北九州ギラバンツ北九州のような旋風をこの FC 琉球巻き起こしたっていう年があったんですけども、その時はね気づけば下の方に行ってしまっていた。でじゃあ今年はどうなんだ、その時のまあ経験を踏まえて今年はどんだけ上でとどまれるかで、まあ、昨年ギラバンズ北九州もいつか落ちるよって言われておきながら、最後はベスト5のところでフィニッシュをしているわけでございまして、これはねちょっと FC 琉球いや面白い存在になってきたって感じで思っておりますけどもね。はい、ということで今回、J2 のメインのお話に なりましたじゃないですけど、なりました。本当ね3位以下も甲府とか、さっき言いましたけどね金沢秋田ということでございましてですね、これはもうね J2 で昇格候補と言われていた他も、ジェフ千葉とかモンテディオ山形とかもう上がってこないと離されてしまったら厳しくなるぞって、今年もプレーオフないぞっていうことにはなってくるんですけども、さ4月の巻き返しさどこが上がってくるかっていうことでございますね。はい、ということで以上パルブンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。